ビール飲みで今日沸き立てる。トロットロだぜ。おいしい。天才的に弱いのこれ。柔らかいのも大好きだ。裏切らない柔らかいの。はい、どうもガンです。最近よく SNS で話題になってると思うんですけど、キッチンカーが結構あると思うんです。新潟でね、新潟ならではの食べ物をキッチンカーで出したりとか、まあもちろんたこ焼き、あとクラフトビールとか、ああいうキッチンカーもありますよね。ということで本日、新潟のイベントに来ているキッチンカーを突撃調査していきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。では早速ですけど、ちょっと僕たちの住んでるところでは全然馴染みがないんですよ。なんか吉田のソウルフード、吉田町ですか、現燕市になるのか、吉田のソウルフードである鶏肉のレモン和えっていうのがあるらしくて、吉田方面の方は、あ、知ってる知ってるみたいな、なんか給食に出るっていう話で、聞いたことはあるけど全然知らない、食ったことない。そうそう、俺ら全然ないよね。食いたいなと思ってたんだけど、気になってた。気になってます、うん、ということで早速食べてみましょう。行きましょう。じゃあこの鶏肉のレモン和え、はい、1人前ください。はい、ありがとうございます。ちょうど上がりました。いいですね。いいですね。お店もやっぱり吉田方面のお店なんですか。そうですね。吉田カジュアルバーで夜飲みやすい。あ、そうなんですね、はい、お酒のおつまみレモン和えはでも生菊だけどうまいもんね。もう頭からジューシーになってくる。では早速開封の儀行いきたいと思います。揚げたていただきます。あー、しっかりレモンの酸味、うん、香りがして食欲を沸き立てる。いただきます。うん、まっ。レモンの酸味もあるし、甘いんだよこれ。あれが甘み、うん、うわー、ビール飲みて。あ、ビール飲みたくなる感じね。うまこれ、これめっちゃ美味しいよ。うまっ。美味しい、めちゃくちゃうまいね。いや、いいね。吉田方面の人、これ給食から出てたってセンスあるわ。これ俺ご飯も食えるわ、うん、なんか鶏肉の甘酢和えとまた違った風味でね、さっぱりしてるしさ、なんかいくらでも入っていくわこれ。これは3キロいけるかな。3キロ食える。続きましてはニータコさんというキッチンカーになります。こちらは結構創作料理的なたこ焼きが数多く並んでおります。私たちが選んだたこ焼きはこちらになります。今回は5、6種類ある中からと、イワジオとアゴ出汁の方を、選んでみました。じゃあ早速いただきます。うわ、トロットロだぜ。やば、熱いよね。いただきます。熱いぞ。たこ焼きに岩塩考えてたら誰よ。美味しい。天才的に弱いぞこれ。あ、本当に。マジでうまい。すごいね。あれ、そうだよね、マヨネーズはあるけどソースはかかってないわけだもんね、うん、一切ソースない。でも岩塩ってのがいいんだわ。マジ美味しい。マジでうまい。へえ。これうまいよ。ふわふわ、すごいね。岩塩ももちろん美味しいけど、中にトロッとした感じのさ、ふわふわの中に焼き加減もやっぱさ、うまいな。うまいわ。うまいね。並んでる理由が分かる、ね、そりゃ混むわね。ね、焼きあご、うん、これもちょっと期待値高いっすよ。うん、あごってだけがあってやっぱね、出汁がいい。すごくうまい。全然なんかたこ焼きじゃないもん。一つの料理として完成されてる。すごいな。なんだろうこの食べ物。まずたこ焼きってのはこれなんだけど、またたこ焼きの中で別ジャンルだもんね。あと俺柔らかいもの大好きじゃん。
裏切らない柔らかいもんだね、やっぱり、うん、最高だね。最高に美味しいこれ ね。岩塩の方行ってください。今まで俺たちたこ焼きイコールソースの頭でしかいなかったからさ、うんうんうん、すげえ新鮮だけど、うん、こんなにも美味しいものかっていうね。ね、ちょっと新しいちょっと感動を得たよね。うんうん、ぜひなんか家でタコパする時も作ってもらいたい ね、うん。ちょっと真似したいよね。ね。うん、これ美味しいわ。美味しいっすよね。新しい発見。美味しいっすね、うん。ということで次はあなたのキッチンカーに行くかもしれません。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントたくさん。お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。日本酒いかがですか。車こっち飲めます。飲めます。はい、いかがですか。いいんですか。試飲させてもらいます。あ、いただきます。はい、星1。これはどこのお酒なんですか。これは新潟市ので、石川区ですね。チロチロカメっていうのが割とすっきりと淡麗辛口なんですけど、これ星1っていう別ブランドで、で、トジさんがね、まだお若い40代なんですけど、トジさんが自分で米その地区で作ってるんですよね。その米で自分でこういうの飲みたいっていうのを当時は自分で作ってる。よし、お米から。そうですね。すごいね。捕まえとるね。すごいね。そうなんですよ。ちょっとピリッとするガス感もまだ残ってて、いただきます。はい、うん、あ、なるほど。でも飲みやすいですね。飲みやすいですね。飲みやすい。今やっぱ若手の方が作るのはこういうそのちょっと果物感があって、うん、ちょっと酸があって、うん、やや甘めなんですけど、うん、甘いですね。酸があるよね、キレがある。ありがとうございます。どうだった。YouTube で紹介しても大丈夫ですか。あ、そうです。あ、で、あれですよ。この日本酒に、日本酒といえば合うのお塩ですから。確かにね。そこに岩塩。生きててよかったなと思うわ。うまい。うまい。さらに際立たせられる、うん、なんとここで新しい発見で、お岩塩にすると、うん、日本酒にも合っちゃう。あ、そういうことね、うん、うまい、うまい。キュッて締まる感じでさ、あ